皆さんこんにちは、監督の岡ちゃんです。この動画ではウィニングイレブン2018を使用して各国の代表やリーグの試合をお届けいたします。今日は国際親善試合日本対マリの試合をお届けいたします。ではどうぞ。皆さんこんばんは。本日のマッチは日本対マリ、エスタジオドマラカナンよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ選手がピッチに入ります。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますけどもね。さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。なるほど、ボランチですが役割としてはもうアンカーですね。そうですね、この場合はアンカーですよね。ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。さあ前半見ていきましょう。日本対マリ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。一旦前を取るマリはここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。開始早々フリーキックのチャンス、この試合初めてのセットプレーです。そうですね、まずは注目ですね。佐藤、長谷部、ここは奪います。パスでつないで攻め込んでいきます。マリ、アダマトラオレ、佐藤、サイドを縦に走らせます。さあ中はいる、宇佐美に渡る、ドリブルですね。原口から右へクロス合わせてくるか、どうだ、シュート、素晴らしいポジショニングでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、ね、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。なるほど、日本入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。長谷部、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ右へ預けて、柔らかいボール打った、防ぐ、押し込むか、先制、日本、日本ファーストゴール。の跳ね返りを見事ゴールに収めました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。
ちょっとルーズになる。プレッシャー、マリが最終ラインまでボールを下げる。クリバリ、ここで前を向けるか。ルーズになる。ボールをクロスを頭、少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。マリ、チャンスを迎えたシーンがありました。左サイドへ、原口、これはつながりません。シンラ、原口へ、ミドル、おー、いやー、ほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。マリ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。庄司、ここは対応します。組み立てながら攻め上がっていく。山口、サイドのスペースへ走らせる。さあカウンターのチャンスになります。この柔らかい、宇佐美、マリ、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思を感じられますよね。そうですね、マリ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。山口、山口、ゆるく狙ったボール。日本としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。シンラ、上げから大きく立て、右サイドへ振って、ふわっと裏を狙う。ちょっと伸びてしまいました。原口、大島、長谷部、激しいボールの奪い合いです。さあここでカウンター、サイドのスペースを使います。お、いい形じゃないですか。長いボール縦へ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。結果前半1対0、日本先制して前半を折り返しています。リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。そうですね、後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ、はい、なるほど。日本が1点を先制して後半を迎えます。後半です。日本 1-0 リードです。裏のスペースを狙う宇賀神、このボールをカットします。長谷部、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパス、ルーズボール、裏のスペースへ、中央へ、ヘディング、もう一度シーノグ、いや、いい反応でしたね北澤さん。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。好セーブを見せました。馬の石底、
アダマトラオレ、ゆるいボール、いいボールだ、シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。浮き球に対していいタイミングでラインの裏へ飛び出しましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。大きく縦へ、宇賀神、裏狙いましたね。柔らかいパス、このパスはキーパーへ、ワゲ。日本はこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の1-0は非常にシビアですからね。柴崎、本田へ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはもう1点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどもね。ふわっとしたボール、もうこれいいですよ。ファーサイド、アウトまで来た。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。選手を変えるようです。サコ抜けるか、カウンターを仕掛けます。出ましたね。おっと、いいボールでしょ。ホンダ抜きに行きます。中へのクロス、マルシソコ、ここは抑えました。サコ、ふわっと裏を狙う。日本、堅いディフェンス、主審流します。あ、ダメだ。クロスバーの少し上、マリが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。長いボールを送ります。柔らかいボール、シュート、決まった。追加点、日本追加点、日本。頭で見事に流し込んできました。いいシュートでしたね。セラスを突いてしっかり頭で決めてきましたからね。選手の交代です。マリ、さあ日本、さらに1点を追加し2-0としています。日本としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。 2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。縦へのボール、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。サイドのスペースへ走らせる。いいボールだ。中島上がる、ヘディング、跳ね返される。そう、大きくサイドチェンジです。裏へのスルーパス、ミドル、
最後のカードを切ります。キーパー触る、長谷部からのフィードボール、アウトまで来た。マリ、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。できるか、大きく縦へカウンターを仕掛けていきます。そうサイドを縦に走らせます。プレスからボールがこぼれる。長谷部、本田から小林、柴崎、本田からスペースに出る。いいボール入りますよ。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。小林、今日2点目のゴールです。勝ちました。大差での勝利です。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日本が3対0で快勝しています。攻めれましたよね。